リスナーからのコメントなんですけど、金梅いわく、しきとるジがやっちにとどめさそうとしているという見解を述べてましたねってことで、本当だよね、もうこの一言に尽きるよね、このさ、ギバーと見せかけたこのテイカーのこの2人がさ、新夜町の逮捕にさ、便乗してさ、ここぞとばかりにさ、注目を集めてやろうっつってさ、いらんことばっかしてさ、新夜町の足を引っ張るっていうね、でもこればっかりは新夜町、 ファミリーなわけじゃん、この二人はさ。深夜っちの人間性がね、あの、反映された、投影された、この、ポンコツ二人だよね。それをさ、深夜っちの囲いの七子とかさ、朝こっちとかがさ、なんか、ボケっと指越えて見てんじゃねえよって、もっと動きあって思うけどね。でから、太郎とかさ、まだいいよね。そういう、こすりごとしないから、ま、金梅もね。ってことでさ、おい、ルイボー、ま、聞いてんのか、この、美容粛するがよてめぇ。お前の腹の中も、 みんなわかってるからな何が18センチの警棒だお前ハサミに謝れこれバカ